麦わらの一味の最初の海賊船、ゴーイングメリー号がすごすぎる。現在麦わらの一味が乗っている、サウザンドサニー号は、海賊王ロジャーの海賊船、オーロジャクソン号と同じ、フォージュアダムを使っており、様々な航海に耐えられる、というのもわかるが、ゴーイングメリー号は、ただの遊覧船として、作られたと記載されており、それなのにもかかわらず、グランドライン前半の海を、ほぼ踏破し、ノックアップストリームを乗り越えたり、バスターコールからも脱出した伝説の船、アイスバーグからも、こんなすごい海賊船は見たことがないと言われた。この信じられないタフさの理由は、ルフィなどにも相当乱暴に扱われたのにもかかわらず、取り付いたクラバウターマンという妖精のおかげ、クラバウターマンが、船を修理してくれたり、自らの意志で出航し、一味を助けてくれるなど、あまりにも助かる存在。アニメオリジナルではあるが、クラバウターマンがサニー号にも乗り込んだ描写があったため、これからも麦わらの一味を支えてくれるのは間違いない。